ザ赤星です。はい、瀬尾です。よろしくお願いします、はい、さあ今回は、2人でやっていきますが、令和一発目ラーメン二郎三田本店ということで、三田本店来ました。やっぱりこれ行かなきゃねということで、快晴の日に行ってまいりましたけど、よく晴れた、豪晴みたいな空です。まあそうね、すごく綺麗な青空ですが、ゴールデンウィーク中に行きましたんで、36人待ちの接続でございまして、で2019年と2018年でですね、看板がちょっとだけ新しくなったという点も、丸次郎が意気込みが違うということで、三田本店ね、ただ基本的なメニューはですね、ラーメンと、それから豚が入っているかどうかとダブルにするかどうか、そして大にするかどうかということで、まあ連休中だったんで豚ダブルがありませんでしたが、今回は豚の入りの、まあ豚入りの大ラーメンの大ラーメン設定にします。ご覧ください、豚入り大ラーメン750円の全部マシマシということで、ございますが、午前中に行きますと、あの山田総帥が麺揚げをしてくれる可能性あるんだけど、お昼以降だと助手さんがこう修行する場になっていることが多いという。あ、なるほど。まあ、今回は助手さんの麺揚げだったんだけど、5人前まではもう総帥が麺を揚げて作ってたんですよね。惜しい。まあそうね、ただまあ、未来の店長さんの麺揚げっていうのを考えたらちょっとこう興奮しますね。と言ってる間にね、こう野菜油野菜の順でこう麺を持って、あ、野菜を持ってくれてですね、間にこう油が入ってる、なるほど、なんかこう染み込んでて美味しいんですよね、ちょっと味がね。そう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 。でさらにね、このジューシーな脂身、そしてややほろの赤身を備える腕肉なんですけども、ちょっと油分が多いんでね、野菜とこう組み合わせながらだと非常に美味しいですよという話です。そうですね。でも豚ダブル売り切れだったんですけども、普通の豚入りでももう4枚ぐらい入ってるんでね、結構十分だと思います。4枚あるよ。4枚あるんだ、もう十分ですよ。まあ、そしてこの麺を引き上げていきますよ。よいしょっと、よいしょ、ね、これがまたね、非常にとろけるようなデロ麺でございまして、食券を出すときに固めコールも受け付けてるんで、お好みで、やってみてくださいということですね。で麺がちょっと短いんで、ずーっと爽快にするのもいいところ。なるほど、ずーっとね、やっていきますけども、でギャバンのホワイトペッパー昔からね置いてあるんだけども、はい、やっぱねパンチとなるその量がやっぱりデロ麺だと吸い付くから粉を、すごいパンチ効くんだよね。まあ、自分でかけすぎたっていうのもあるかもしれないです。それじゃないですか。そうなんですか。わかんないですけど。店によって変わってるわけじゃないですかね。そうですか。ギャバンはギャバンなんだ。ギャバンはギャバンか。そうか。レンゲでね、ないんで、レンゲがないんでね、ニンニクはこう、箸でこう乗せていきましたけど。なるほど。ダイレクトニンニクが美味しい。かけ湯ぐらいか。かけ、ああ、そうです。え、かけ？かけ湯ぐらいの。ああ、まあまあ、そんぐらい。ちょっと言うぐらいですね。うん、俺の発言やるとポカンとすんな、あなた。あ、違う。なんだよ。なんて言ったのかなと思って、ちょっと。メガネをね、油がつくんでこうやって上げていきますよという。キャプテン来るの上げ方ね。そうですよ。あるいはね、こう、ちょっと手の甲でこう上げることになりますけど。そうですよってなんだよ。すいません。そうですよってなんだよ。どんどん次のテロップ出てくるもんだから、ちょっとね、すぐに済ませよう、済ませようと。そうか。出てきちゃうけど。年に1回は三田本店に行って、はい、味を確かめてまたいろいろなとこに行くという。なるほど、これがやっぱベースね。そうなんですよ、やっぱり三田本店は年1回は行ってもらえるんですね。ということで、マスコミ芸能は 88.6 というそういった次元じゃないんでね、マスかどうかではない。どういうことですか。マシマシレベルとかじゃないんですよ、もうやっぱ三田本店というのは、ね、総帥がいて、伝説があって、しかもいつかまたどこかで新しい店長となるかもしれない方がメインでやってくれてるという、はい、いろいろなこう思いが詰まったお店なんでね、はい、絶対年一はね、皆さんも行ってくださいこれね。なかなかテレビと噛み合わなかったっすね。あ、かっかり、そんなことないですよ、そんなことないですね。ごちそうさまです。高評価お願いします。あ、よー、いいな。チャンネル登録もお願いいたします。アディオス。Thank you.